次はベンチプレスです。通常胸のトレーニングの場合、特にプレス系はこれ手首を少し返してしまうと逆に肘が動きやすくなってくるんで三頭に効いてしまうんですけども、これ例えばマシンの場合ですと手首をある程度動かさない、返さない状態を作ってあげてプレスすることでやはり肩関節が動き胸が動いてきます。ただしベンチプレスの場合ですとこれが下げた時に肩が上がってしまいます。それはなぜかっていうとブリッジを使っている状態なので手首をこのまままっすぐにするとどうしても肩が上がってしまいます。なので肩甲骨の動きに従ってやはり少し手首を柔らかく使います。こうすることでこのまま肩が下がってちゃんと肩甲骨が寄ったままプレス運動ができます。その時に握り方も大事で、やはり手のひらの真ん中に乗せないと、これはやはり手首が痛くなっちゃいます。このままラックアップして、手首を柔らかくします。そうすると、肩がちゃんと下がりやすくなります。これが手首をまっすぐ立ててしまうとどうなるかっていうと、肩関節は動くんですけど、やはり肩が上がりやすくなってくるので、肩を痛めてしまうリスクもあります。